生活便利帳、クラスメイト。私は今、六十九歳ですが、実は四十歳ぐらい。もう。ですから、三十年前にクラスメイトという紙の電話帳を作ったことがあります。それは、地域の情報が逆引きで出てくる電話帳を考えたわけですね。例えば、何とか商店と言われても、よくわからないわけです。でも、ズボンの鍵穴ができてしまったと。 その時にはあどこに行ったらいいのと、えー、洋服屋さんなのかクリーニング店なのかと、えー、いうのを探す生活便利帳です電話帳というのは非常に便利で電話番号が書いてありますがそれは電話しかつながりません。えー、私たちは商店街のマップに、えー、番号をつけて、えー、それも色の違う番号がついてて、えー、食べ物屋さんだったらこのお赤い色。 ブティックだったらこの紫色という番号をつけておいて裏側に地図のお店の名前と電話番号が書いてあるとそこには赤の13番とか青の8番とか書いてありますから表で「あこの店ってどこだっけね」というとその番号を見て私たちの「QR マジック」という QR コードを叩いていただければ そんなお店の情報が出てきますお店によってはうちは5個だけでいいよと極端に言うと1個だけでいいよと、えー、うちは10個欲しいとうちは20個欲しいとうちは常に入れ替えたい、まあ、そんな希望がありますから、えー、それについては例えばお好み焼き屋さんだったら YouTube で撮って、えー、ホワイトボードにネギ焼きとジョッキを入れて580円是非、えー えー、会社でイライラしたことがあってもうちに来て、えー、ビールを一杯食べて飲んで、えー、家には帰るときにはニコニコと帰るんですよっていう、えー、お好みそれはもう YouTube1 個だけでもいいわけですけどそれは中身を時々変えたいわけですね。えー、今月は全毛が取れたから まったけをお10人分用意してあるから、えー、一緒に食べましょうとかねそんなこともそこでできるようなのが私たちの QR マシックという中身が変えれて複数情報が入れられるサイトです。ぜひ皆皆ささんんのの地域は、えー、皆さんの力で 盛り上げるというこの NPO 地域創生機構の生活便利帳クラスメートというものを皆さんの隙間の時間を使っていただいて営業活動をしていただいて皆様の収入にもなってくるようなビジネスですぜひ皆さんのお力がないとこれも実現できませんぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。